岩崎京平は神奈川県厚木市出身の元プロ野球選手。宇藤左打。愛称は東海大学に同級生から付けられたというプリンス。中日時代東海大学附属相模高校から東海大学へ進学。大学時代には首都大学野球のリーグ戦通算で69試合に出場すると打率3 3 3四本塁が31打点という。 成績を残した。また、三類手として、リーグのベストナインに2回選出。3.4年時には、春季リーグ戦の優勝を経て、全日本大学野球選手権で準優勝を経験した。2008年の NPB ドラフト会議で、中日ドラゴンズから三巡目で指名。契約金6500万円、年俸1200万円という条件で入団した。背番号は37。 2009年6月10日に入団後初めての出場選手登録を果たしたが、登録後は1軍公式戦2試合の出場にとどまった。2010年7月22日のフレッシュオールスターゲームではウエスタンリーグ選抜の8番2塁手としてフル出場。4打数1アンダーながら1本塁打2打点1盗塁という成績で MVP に選ばれた。 一軍公式戦への出場は4試合に終わったが、ウエスタンリーグ公式戦で、規定打席へ到達。31盗塁で、盗塁王のタイトルを獲得し、リーグ10位の打率、269を記録した。2011年から2年間は、一軍公式戦への出場機会がなく、ウエスタンリーグ公式戦でも、規定打席に到達しなかった。2013年、 レギュラーで二遊間を組んでいた、荒木正宏や井端博和の不調を背景に、3年ぶりに、一軍へ復帰すると、9月23日の対横浜 DNA ベイスターズ戦では、3回表の打席で、三浦大介から一軍公式戦初本塁が、初打点を記録したほか、猛打賞を初めて達成した。一軍公式戦54試合に出場し、通算打率は、 286で大島洋平や荒木に次ぐチーム3位の8盗塁を記録した。2014年7月下旬までに一軍公式戦18試合に出場したが打率107と振るわず盗塁も記録できなかった。2014年7月29日に三つ股大樹との交換トレードでオリックスバファローズへ移籍。翌30日付で。 NPB から支配下登録選手として公示された。背番号は三つ股がつけていた30。移籍後は一軍公式戦15試合に出場したが、打率125、1盗塁という成績でシーズンを終えた。2015年7月28日の対北海道日本ハムファイターズ戦2回裏の打席で上沢直行から放った。 逆転の2点本塁打が、オリックス球団での公式戦、通算8戦0本塁打になった。一軍公式戦では、通算35試合の出場で、自己最多の4本塁打、8打点を記録した。2016年、故障が相次いだことなどから、一軍公式戦には9試合の出場にとどまった。2017年、5月14日に、 シーズン初の出場選手登録を果たすと、当日の対埼玉西部ライオンズ戦では、2番右翼手として、スタメン出来しかし、一軍公式戦全体では、7試合の出場で、打率が、091にとどまった。10月28日に、球団から戦力外通告。他球団での現役続行を模索中に、社会人野球の日立製作所公式野球部から、 入部の誘いを受けたことを機に、2018年シーズンから、東部でプレーを続ける。2020年シーズンをもって引退、コーチに就任。左右に打ち分ける手話な打撃と、軽快な内野守備、大学日本代表の合宿で50メートル走を5秒66、というタイムを残せる瞬速を備え、合宿に参加していた、柴田光平や松本慶次郎という瞬速を武器とする。 選手たちより早かった。動体視力も良く、入団後の測定で、静止視力と変わらない値を出した。トレードのお知らせ、中日球団公式サイト2014年7月29日配信、7月30日の工事、トレードの三つ股、岩崎が、中日、折支配下にスポニチアネックスオリックス遺跡の、岩崎が会見。 月のない野球を教わってきたオリックス岩崎球団、通算発戦後、史上ここちに名オリックスが川端、岩崎、佐野野野さん選手に戦力外通告。日刊スポーツ。2017年10月28日閲覧。オリックス戦力外の岩崎、日立製作所で現役続行。スポーツ放置。2017年12月14日閲覧。 2020年大部社。日立製作所公式野球部。2021年1月20日閲覧。プロ野球カラー名鑑2009ベースボールマガジン社。2009年。209ページ ISBN。ISBN 978から4から583615912。中58日スポーツ2008年11月4日紙面より。中日スポーツ2009年1月25日紙面より。 ありがとうございます。